はい、今週も始まりました玉那覇直江のパイロットになろう番組 MC の玉那覇です。この番組はパイロットになろうと思っている方々、航空業界就職したいと思っている方々、そして航空業界に興味がある方々へ向けて有益な情報を配信する番組です。この番組は玉道場、ザ・ランゲージカンパニー、株式会社アイテップジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートアビエーションアカデミー、スカイサンタ、ビズリゾートクラブ、FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供でコミュニティラジオ FM ギノワンからお届けいたします。放送は FM ギノワンのホームページのリッスンラジオというアプリから音声配信を行っております。本日は日本とアメリカ、日米のエアラインパイロットを経験しているヒロ、久保さんにお越しいただきました。聞き逃し方もう一回言います。日本とアメリカ両国のエアラインパイロットです。なかなかいないと思います、ご自宅はハワイ、飛行機を通勤手段として向かう職場はサンフランシスコ、そこから全米を飛び回るパイロットです。自称空飛ぶハイヤーの運転手としてアメリカでご活躍されています。どれだけ常識を覆してくれるお話を聞けるか、打ち合わせなしのぶつけ本番、本当に1時間で終わるのか。それまではお昼までに1時間ほどお付き合いください。はい、もう知りません。いや楽しみ、めちゃ楽しみで、これから2分間 CM 入りますので、でもこの間の動画音声、全部残ってますので、はい、うん、お気をつけて。いやいや、だからうちの奥さんにもあんま変なことあなた言わない方がいいんじゃないですか。まあ俺もある程度抑えて話するわと。あの編集なしなんで。あれ玉永さんって何、あの、はい、じゃあ沖縄 に今もこれ FM 流してるわけ。そうですそうです。でもそれはでも毎日何時間やってるってことじゃないでしょ。例えばこれだけの週1とかってやるとか。日本の時間の毎週木曜日の午前11時っていう時間を FM ギノワンの枠でいただいてるんですよ。なるほどね。でそこにこういうやつを入れてって、はい、そうですそうです、うんうんうん、なので当初はもちろん私沖縄にいたので、うん、FM ギノワンのスタジオに出向いていって、そこでスタジオの中から放送してとか、でゲストの方々を、うんうん、まあそれこそ今みたいな感じでね、ヒロさんがハワイにいらっしゃるじゃないですか。それでゲストにお迎えしてお話をするっていうのがあったんですけど、私がなんとアメリカに出てくることになったので、うん、そう。でも今までね、こうやってリモートでやってるんで、もうできちゃおうよねって FM ギノワン の、 あの了解のもとですね、私スタジオにいない放送をすることになりました。今はそれなのに、今ご独身できてらっしゃったとか、もともと独身。いやいや、結婚して、はい、あのうちの奥さんと今こっちに住んでますよ。おこっちって、こっちって今スタジオで、スタジオじゃないってバレましたね。はい、あと10秒。はい。間違えた。ね、素人がやるとこういう間違いあるんですよ。はい、改めましてヒロさんこんにちは。はい、どうもこんにちは。いや、このラジオに出ていただいた藤田さんからのご紹介でですね、まだ私が沖縄に行くときに一度ね、お電話でお話をして、もうこんな面白い話はないと思ってあれから、お願いして、やっと今日出ていただけることになりました。ありがとうございます。はい、どうもこちらこそよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、ヒロさんの方から、視聴者の方々に軽く自己紹介をお願いします。あ、そうですね、まあ日本の本名は久保博文で、1981年の秋に、25歳の時にアメリカに行きました。それまでは、まあ、日本の、まあ、大学行ってましたけど、まあ、あまり知られた大学じゃないんでね、あの当時は特に、まあ、有名大学行かないと将来がないような国なんで、まあ、それならやっぱりちょっとね、いろんな自分の若い時に、いろんな勝負をしようかなと思って、まあ、それでまずは、
まあ、学生時代にちょっとホームステイしたことがあったんで、アメリカに夏休み、まあ、それで気に入ってアメリカに来ることにしましたね。 でももともとはもちろんパイロットっていうことはなくて、ただアメリカに来るっていうことを決めて、まあね、いろんな日本人の方アメリカに来て成功してる人いるんで、まあね、うちの弟が今でもパイロットやってますけど、日本でもともとその時自衛隊のパイロットになってて、でまあ兄貴ただそんな、ね、昔みたいにレストランから働いて、ね、アメリカで成功するってちょっと難しいから、なんかね、なんか技術持った方がいいんじゃないっていうことで、でフライトスクールに行くっていうことを決めたんですよね。で、まあ、まあもちろん当時でも、まあ、よく日本の雑誌に出てるのはフライトスクール行くと、定期事業の免許取るまでは1200、300万とかっていう広告を出してましたよね。当時ですよね。ね、まあでもそれはとんでもないんで、まあとりあえずは、まあ、アメリカ行くための費用、あとアメリカの学校、直接僕もその後、まあ、どうせそういう雑誌に載ってる学校って日本の学校は、まあ、いろんなね利益をたくさん上乗せしてる値段だろうと思うからで実際アメリカの学校いろいろ探して、でアメリカの中部のオクラホマの方の学校を見つけて、で、まあ、そちらの方にそういう学校のアプリケーションを出したりして、でまあ結局まあ行く前に日本で、まあね、以前ちょっと話したけど、日本、まあ、トラック運転手を2年ぐらいして、でお金を貯めて、でそれでアメリカに来たですね。あの当時為替相場約240円、一度240円なんで、僕がちょっと前2年貯めたお金が約5000ドルちょっとぐらいしかならなかったのかな。まあそれでも交通費、まあ、片道ワンウェイのチケットと、その学校でのプライベートスクール、プライベートライセンスの、まあ、一応テューションが あったんでね、まあそういう感じで来ましたよ、25歳の時に。いや、ヒロさん、ね、今サクって言ってましたけど、なんか多分みんなびっくりしてます。まずそもそもアメリカに行く目的が別にパイロットではなくて、アメリカが好きだとかホームステイしたからっていう経験を乗りっていうか、そのかで、まあ、そこもびっくりなんですけども、でアメリカ行くんだったらやっぱりなんか手に職をつけた方がいいよってことで、その中で選択肢としてパイロットっていうのがね、まあ弟さんがパイロットをやられてるっていうのがあったのかもしれないですけども、そこでじゃあっていうのが、まあまあそこもびっくりなんですけども、その当時ですらやっぱり1000何百万するところに、一生懸命貯めたお金が5000ドルしかない状態で行っちゃうっていう、この思い切りの良さというか、うん、結局その学校のなんていうのかな、ブロシュアというか、そのトゥイーションのあれ見た時に、自家用が当時で3000ドルぐらい、自家用が3000ドルコースかなんかで、うん、でまあとりあえずは3000なら自家用で、ちょうど僕が行った年80年かな、1980年か81年ぐらいに、オーストラリアがワーキングホリデービザを始めて、それで日本を出る前にワーキングホリデー、オーストラリアのワーキングホリデービザも取って出て、あで行ったの。だから最悪まあアメリカでその何もねパッとしなければそのオーストラリア行こうと思っていたんでね。でまあ基本的にその時もほらもう学生ビザなんで、アメリカって基本的に仕事できないじゃん、基本的にね。基本的にとかできないですよね。まあ基本的にね。でも陰で隠れて仕事してるんで、まあ、そういう意味ではメキシカンとかあっちの連中は僕は尊敬しなきゃいけないね。命がけでただ国境を越えてアメリカに仕事来るんだからね、はいはいはい、あとはどういうね。でもああいうスピリットっていうのは僕は素晴らしいと思うし、まあ僕もそういうのを学んでね、ワンウェイチケットで。あ、そうか、そう、さっき聞こうと思った、ワンウェイチケットですよね。うん、そうそう。で、当時でも、普通観光行く人は大体2ウェイのチケット買わなきゃいけないけど、僕ら一応学生だったんで、はい、一応ワンウェイで、まあビザとかも、まあ、うまく取れて、はい、で、まあ行きましたけどね。でもまあいろんな意味でラッキーだったのは、ついて、まあ、ついた次の日から僕は今の話じゃないけど
あの表向きは仕事できないけど、仕事できない、生活できないから、仕事探して次の日に、はい、次の日に、まあ皆さん多分あの紅花っていうレストランで、あのバスボーイっていうのかな、はいはいはい、テーブルの後片付けかなんかの仕事をいただいて、まあそれを始めて、あので、幸いそのレストランはね、夜しかやってなかった、はいはい、で昼間だから休みなら昼間は学校行って、で夜はその夕方ぐらいあのからあのレストラン入って、でバスボーイとあのテーブル片付けて、テーブル拭いてとか、あのそれをキッチン持ってって、なんていうの、あの食器洗ったりするやつね、はいはい、でそれで、まあ、月々あの頃600ドルぐらいもらえたのかなで、まあでもそれでもやっぱり続いていかないんで、まあそのうち、まあまあこれはまた、なんていうのかな、人生ってやっぱりその気になって何でもやればうまく回ってくるなと思ったの、その時もそうだけど、結局お金が尽きてくるけど、そのうちシェフの人が辞めるってことになって、一人、ただマネージャーの人が、昼前シェフやるかって言われて、お金も上がるし、ああ、やりますよって、でシェフにしてもらって6ヶ月後ぐらいで、でそれで今度は1200ドルぐらいの、月々1200ドルぐらいの収入になって、でそのお金で基本的にフライトスクールも普通に回るようになって、あとまあアパートももちろん、もうむちゃむちゃ一番安いようなアパート見つけたんだけど、月100ドルかなんかで電気代全部込みで100ドルっていうあのよく昔の映画に出てくるアメリカの3階建てぐらいの昔の古い家の屋根裏みたいな部屋で、うん、まあそれもまた、まあね、幸い100ドルで電気代全部込みで、だからまあ基本的には残りは全部飛行機の学校に使えたし、まあ、あと食べ物はね、レストランで残り物とか、ね、従業員のまかないを、ね、持って帰ったら次の日のまで夕方まで持つし、大体そういうすげえすげえ、うん、おーすごいな。え、それは、あの、今ね、どうにかなるっていう、今振り返ってみたらどうにかなってますけど、やっぱりそういう方々を周り見てました、うん、そういう方やっぱりいっぱいいらっしゃいました。どうにかなってるんですか？あのね、やっぱり基本的にどうなのかな、僕は最初オクラホマにいたじゃないですか、その学校終わって、まあその後ちょっとフライツクインストラクターもやって、結局ミッドウェストとアメリカの中部に5、6年いたんですよね。で基本的にそこへ行くっていう決めた理由も、うん、基本的に最初は日本人と会いたくないと思ったんで、英語を上達しなきゃいけないし、あ、うん、やっぱりそんな日本人がリクエストコースとかね、その大きな町行ったって、結局はやっぱりなんていうのかな、僕はその中部に5年行って、その後シアトル僕引っ越したんですけどね、そのうち、まあ、うん、いいとこだ、将来ここいいな、やっぱり、まあ、そういうところで会うと、なかなか学生さんってやっぱりなかなか見てると、うんうん、なかなかね、そういう人にはなかなか会えないですよね。でまあ、大体やっぱり皆さんほら普通に、まあ、親のサポートをしてもらってやっぱり来てる人が多いから、うん、ちょっとやっぱりそういう意味ではなんていうのかな、あのまあ簡単な言葉で言うとアングレッシュ精神がないっていうか、ね、はい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 、うん、まあ、まあ、あと、まあ、僕も日本を出る時、親父に一言言われたことがあったんだけど、うん、これは面白い話で、ちょうど行く出発するね、2、3ヶ月前から NHK でアメリカ留学のピンからキリンみたいなとあの特集やってたんですよ。それでまあピンっていうのは、まあ、ものすごくレベルの高い留学のかな、そういう人たちはほらもちろん日本でもどうなんだろう、東大とか優れた大学でそのまんま大学院をハーバードとか行ってる連中と、うんうんうん、キリっていうのはまあ、結局こんなこと言ったら失礼かもしれない、日本でもどうにもならないからって言って、お前ちょっとねお金持った親がお前英語アメリカでも行ってこいみたいな英語学びで、その専門学校ってあるじゃないですか、よくね、はいはいはい、あのロスとか、ね、でそういうところの専門学校の英語のクラスの、それをあのドキュメンタリー出してるわけで、はいはいはい、先生があるその生徒、日本人の生徒が8人ぐらいいたのかな、そのテレビ見た時、先生が英語で質問するわけですよ。What's your name? って聞くわけ。だから頭こんな、なんだっけそれ。
とか言うレベルだで先生がまた今のそう、ま、言い方変えるわけ、うん、Can I have your name? とかって言われて、うん、Oh, oh, my name is なんとかって言うわけね。でうちの親父とテレビでお前こんなレベルじゃないって悪い言うて親父、少なくとも俺言ってること今分かってるしこのレベルじゃないから心配するんだって言われたのは未だに覚えてます。そっか、まあそうやってあえてヒロさんは日本人がいないところに自分から乗り込んでいって、そうそう、でもやっぱりそれはご苦労されたんですか、やっぱり英語っていう面では。やっぱり一番、まあ多分皆さんアメリカに来てね、あのアメリカで生活しようとした人は一番大事なのもやっぱり英語と、まあ、最終的には住む権利ですよね、グリーンカードとか。やっぱりこの2つですよね。だから英語に関してはやっぱり、うん、まあこれもなかなかあの日本語の発音の仕方も違う人によって違うと思う。僕らなんかも日本語でハキハキ喋りたいタイプだから、こういうタイプってなかなか英語の発音がうまくできないタイプだと思う。そうかと思えばよくあの、まあ、女性でも日本人でもなんかすごく柔らかく日本語を喋る人ってね、やっぱすごく日本語、英語をすごく覚えてあの発音がきれいに喋る人多いんでね、やっぱなんかそういうのあるんじゃないかなっていうことを僕は思った。いや今ねせっかく英語の話になったんで、確かに本当におっしゃる通りで、あのアメリカ行きたいんだけどパイロットになりたいんだけど、まあ、アメリカに行きたい、英語がでも苦手なんですっていう結構やっぱ相談あるんですよ、うん、そう例えばその方々がヒロさんのご経験でですよ、うん、あのどういうアドバイスいただけます？あのねやっぱ僕語学に関しては残念だけども一番簡単なのはやっぱその国行った方がいいと思うでやっぱりそうするとお金もさっき言ったようにお金もかかるからね、はい、なかなか踏み切れない、うん、でこの、まあ、これも僕は何か、ね、他の業種でもそうだけどそういうアメリカに住みたいんですけどってアメリカに来た若連中に行ったけど、あのなんていうのかな、もう日本で家族持ってる人にはちょっとなかなか僕も住めないけど、独身だったらもうとりあえず来た方がいいっていう、そう来たらやっぱ人間ってそういうとこ入っちゃえばどうにかしようって頭動かすからね、やっぱ行く前からなんていうのかな、あのこれなんか日本のこれやっぱカルチャーじゃないけど僕はもう行く前からいろんなことを考えすぎなんだよね。あだからそれこそさっきの話でメキシコとかで、ね、中南米の連中なんてもう命がなくなるからってただ走ってくるわけじゃない、アメリカ国境を越えるかどうか分かんないけど、はい、やっぱああいうやっぱメンタルと、ね、やっぱりそのやっぱ基本的には日本の人たちはそういう意味じゃほらみんなある程度恵まれてるからどうしても行く前からいろんな考えすぎるから、うん、なかなか一歩日本も出ないね。その先ほどおっしゃったメキシコの方々っていうのはそれこそもしかして英語もできない、お金もないかもしれないけどもとりあえず切るっていう感じ。そう、ね、自分の国にいたってほらあの最近またよくアメリカのテレビでやってますけど、あの中南米のねエクアドルとかあれでもとか結局自分の国にいたって自分の命はなくなるっていうレベルだからもうね、I don't give a shit って感じです。だからそのスピリットは僕もちょっとそこまでじゃないけどいい、だからまあさっき言ったようにワンウェイチケットで来たってもそうだけど、帰るチケットは別にまあねちょっと前お話が捕まったらじゃあ send me home って感じで、ね、だからそんなに深く考えることでもないんじゃないですか。いや、捕まったらどうしようってやっぱり考えると思うんですけど、うん、捕まったらどうしたいんですか。いやだからほらいろんなほらまあ道の法律を破るっていろいろあるけど、まあそういうのって別にね何十年も牢屋に入るようなレベルでもないしでしょ。メキシコの人たちだってみんな何回もあれ人によると何回も行ったり来たりしてるみたいよ。だからあの捕まって強制送還でバスを繰り返されるでしょ。おったらまた「あれメビス・ユースン」とかってまたそういうクロスって。そうか、そういうメンタリティーと、あとはそのアメリカっていうのもそれもまた OK じゃないんだけども OK みたいなもんがあるんですかね。いやそれは僕はねあの日本の法律は分かんないけど、ただ基本的に日本ってこういう島だから海に囲まれてるからなかなか行き来はできないけどね。はいはいはい。ほらでも日本だって多分ほら
もし日本で強制送還でどっかの国の人が送られ返されても、うん、国境がつながったらみんな OK See you soon って帰ってくる人たくさんいると思うでも残念だけどほら飛行機乗ってこなきゃいけないからはいはいはいね、やっぱりどうしよう飛行機乗るときに、ね、乗せてもらえないから来れないけどあだから今のほらあのヨーロッパの状況もそうじゃないですか、うん、あのロシアからみんな、ね、今核戦争起こるかもしれないって国境を越えて逃げてる人たちも、うん、そうかそうかそうか、ね、だからまあもう何でもみんなその気になればどうにかできるんじゃないかなっていうその気になればまあその気になればに行くまでにやっぱりあの英語の問題をもしかしたらその今久保あのヒロさんがおっしゃったみたいに行けばどうにかなるかもしれないでもそうそうお金の問題ってやっぱりそれが2番目に大きな質問で、うん、英語どうしたらいいんですかそうそうお金どうしたらいいんですか、うん、ってみんな心配なんですよ、うん、でもねそのお金もまあちょっと言わせてもらうとやっぱ自分で今日本にいて例えばどうなんだろう普通に仕事したって今25、6万稼げるんだったらね、であと日本の人ってあんまやらないんだけどアメリカよくやるけどみんなお金ない時って3、4人でアパート借りたりするんじゃない、うん、そういうことって日本の人しないよねなかなかお金がなくても若いのにだからそういう気になればそういう連中とアパート借りればそこら辺の例えば、まあ、田舎だったら10万ぐらいのアパート借りたら2人とかね分けてやれば半分できるとかそういうふうにしたらどうなんだろう最低10何万とかぐらい軽く温まると思うけどねあの僕が日本のトラックをやってた時一つ悔しかったのは佐川急便で雇ってもらえなかったんだよねあそこ一番給料があったの、はいはいはい、仕事はすごい厳しいけど、うん、月ある当時でも5、60万稼げるとか言ってたから、はいはいはい、だからまあだからそこら辺もあとは、まあ、僕なんか、まあ、いろんなねあのアメリカ来てもいろんな人あったけどやっぱりその結局自分の生活レベルどこまで落としてそれになんていうのかな気持ちを情熱を注ぐかな問題じゃないかと思うなるほどねいやこれはねあのめちゃ大きい問題かもしれない一番最初のスタートそうそうでねヒロさんおっしゃったみたいにもしそこで仮に来たとしたらそこでもう、うん、あのもう脳が働いてアンテナが働いてもうどうにかしようっていうところで、うんうんうん、そこまでのハングリー精神がある人たちが意外とねあの生きながらえてというか成功してるっていうパターンですよねきっとね、うん、あれやっぱりアメリカってねこういう移住の国だから僕もいろんな人に会ったけどやっぱり僕なんか見ててすごい人もいたよねいやそこまで俺できないかもしれないなぐらいの人そうですか、うん、ヒロさんが見てもうんあのねまあちょっと面白い人がいたんだけどその人は馬が好きだっつってケンタッキーダービーとかあれ絶対見たいとか言ってアメリカに来てやっぱりシェフやってたんですけどね。まあこれちょっとお、まあ、この話は面白いだけです。面白いだけの話でちょっと違う。まあでもね、基本的にいろんな人に会った。本当まだ僕なんかさ、まあそういう意味ではね、まあそんな援助もなかったけど、それなりにね、お金も貯めて、その来てすぐにそういうレストランのマネージャーの人も雇ってもらえたけど、ビザはないのに。だからまああの当時はまだちょっとまあでももう僕らも分かってたからねビザがないと働けないって分かってたけどでもまあ今よりもちょっといいのかなあのあとまた何年も経つといろんなアメリカ の連邦の方で決まった法律やっぱりほらその本当に野党がもう野党本人をそのエンプロイメント の何ていうかな許可持ってないのがバレるとエンプロイヤーっていう雇い主もそういうほらお金を罰金払わされるようになったりしたからね、うんうん、僕らの頃はまだそういう時なかったから僕らが、うん、イリーガルで働いてる人が捕まるっていうレベルだけだったけどだからそれでちょっとまた、うん、厳しくはなったけどでも時々でもカリフォルニアなんかはメキシコの人とかああいう人が来て、ね、畑で仕事してもらわないと回っていかないもんねだから未だにねどうなんだろう半分、うんねみんな目つぶって来てもらってそうか、そうか。いやこのもう前半のねこのハングリーさだけでもねラジオ聞いてる方々でどうしようかなと思ってる方々に対して、うん、もしかしたらね今のヒロさんの言葉で背中を押してもらって別にイリーガルの生徒は言わないんだけども一旦ここに来て様子を見るっていうのも全然いいと思うんですよね。そうそう特にね若い時はいやあと僕日本出る前にちょっと他に会った人間
その人は女性だったけど、やっぱり彼女も外国行くっていうのはちょっと気があって、でも彼女はそれなりの、まあ簡単に言うとランクの高い大学行ってたんだ、日本で、うん、で僕の大学はそうでもなかったから、まあなんとなく将来見えてたから、うん、まあ別に日本で仕事しても将来見えてるし、でアメリカでダメで帰ってきても、どうせその将来だったら一回勝負して帰ってきても問題ないかなと思った。でもなかなかそのいい大学出てる人だと、それなりの就職がいいとね、うん、そういうのをなんていうかな、あれしていくのもどうかなっていう、僕は、ただ僕がもし東大とか行ったらやらないかもしれないよね。ある程度ほら将来見えてればそうかそうか、逆にそういう意味で、はい、あんまりね、あの安定が見えてなかったからいいとか。そうかそうか、あ、なるほど。でもヒロさんでね、まあ、そうやってご苦労されてというか、もう歯を食いしばってというか、もういろんな方々の、ね、支援を受けて、まあ、パイロットの免許は取得したとは思うんですけども、はい、でそれはもちろんプライベートを取り、景気を取りっていう、まあ、アメリカのその一般的なね過程を踏むんですけど、最終的にはそのプロパイロット、コマーシャルパイロットを取得されたんですよね、うん、アメリカだとその、はい、いやどうぞどうぞ、はい、でね、やっぱりコマーシャルパイロット取得して仕事してすぐ仕事あるんですか、うん、これも、まあ、正直なかなか難しいですよね、うん、難しい、今でもそれは難しい、あでも今は僕らの交流よりも少しは簡単になってるんですよ。飛行時間のそのミニマム、うん、今はなんかよく今ね、ちょっと世間話してないけど、他のパイロットするけど、今1000時間ギリギリなくても、それも総発っていうんですか、総発時間が免許の25時間さえあれば、うん、そのリージョナルっていうかね、ちょっとコミューターレベルの会社で今雇ってくれるみたいだから、うん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 、そういう意味ではすごくいい今、まあこれからまだもう10年20年続くと思う、アメリカは、うん、ちょっと目指しては、いい時だと思いますよ。まあ僕がいたユナイテッドもそうだけど、うん、ユナイテッドでも今後20年間毎年5、600人パイロット定年していくから、それはもう見えてることですね、うん、ということはその人間をまず確実にリプレースしなきゃいけない、雇わなきゃいけないし、うん、それプラスね、またこのいろんな路線の拡大とかなってくると、うん、だからそれは大手アメリカ、今ユナイテッド、デルタ、全て大手全部そうですよ。同じくらいの人間が毎年定年していくから、その数が確実にいるんで、その数っていうのは、まあ、基本的にはそのコミューターレベルからどんどん上がって、ね、大体流れ的に上がっていくし、そうするとまたコミューターの連中が会社のパイロットいるってことは、そういう、まあ、うん、1000時間そこそこ持った、ね、人たちを雇うっていう流れになるんで、まあ僕は、うん、いまだに、なんだろう、そのいろんなプロフェッショナルの仕事もあるんだけど、まあ僕はこの仕事進めますよね。いろんな、まあ、その、まあ名前が、その、なんていう、プロフェッショナルの仕事の名前をつく名称として、まあ、いろんなね、お医者さんとかいるけど、どうなんだろうかな、やっぱり弁護士さんとかも見てても、ね、ケースバイケースで大変じゃないですか、いろんな。ね、たくさん文書書いたりね、そうしなきゃいけないんだったらパイロットで飛んで上がって降りてさよならっていうのがすごいいいような気がする。いや、ヒロさん、それまとめすぎ、まとめすぎ、簡単にまとめすぎ、上がって降りてさよならって。それはまあエアラインの、まあ、これはまた日本とアメリカの違い、アメリカはそうだからじゃない。あ、なるほど。お客さんが出る前にパイロットの先にコックピット出てくって感じだと思うから。いや、ヒロさん、免許を取りました、さっきの話です、コマーシャル免許を取りました、まあ、1000時間という飛行時間になるまで、まあ、今だと、まあ、昔もそうだと思うんですけど、一般的なフライトインストラクターという仕事で、うん、飛行時間を制限でいくと思うんですが、うんうん、ヒロさんもそのケースですか？そうです。もう普通のシビリアン の一般的な流れで、教官免許取って、それから教え出して、で結局でも僕81年から免許取り出して、2年3年ぐらい基本的に取れる免許全部取ったんですけどね、今ヘリコプター僕持ってるんですよ、ヘリコプターの CFR とかも。あ、そうなんですね。とりあえず何でも
取れるものは取って、でやっぱり、うん、それでも教官の免許を取っても85年のね、いつだったかな、85年のね、うん、いや84年だったか、85年の春かな、秋ぐらいかに仕事始まって、初めてその教官 CFI っていう仕事見つかって、うん、でまあなんだかんだ1年半、そうだね、1年半ちょっとぐらい経てばもう1200で、あの当時はだいたいどこでコンピューターは1500の300時間の総発時間、うんうん、あるいは500だった、うんうん、やっぱ総発時間を取るっていうのはものすごく僕ら大変だった、あの頃ね、うんうん、でそれも幸い、うんうん、まあその学校で僕は総発教官持ってたから、それで生徒と教えながら総発時間を作る、まあな2年も経てば普通にフルタイムでもうバリバリ取れば軽く1500ぐらい行くね、行きますよ、うん、あのヒロさん、またこれあの変な話ですけども、さっきのレストランじゃないですけども、フライトインストラクター働くと、うん、一応は仕事をするってことなんで、あの、うん、ね、真面目な日本人としてビザどうするんだろうって絶対突っ込まれるんですけど、どうしたんですか。いや、その頃だからそれはあの僕あの一応教官として一応永住権を申請、あの、まあ、ロイヤーみたいな人を頼んで、それで結局なんか1年半ぐらいかかって、でもその辺もね、まあ、うん、まあ、全て、まあ、あの時も自分も後から思ったけど、何でもやっぱりそのできる時 やることは特にやっていけばよかったなと思うのは、ヘリコプターの免許持ったでしょ僕、うん、で基本的にアメリカってこういう何かプロフェッショナルの仕事でアプライするっていうのは、その人のほら、あの何て言うかな、あのどれくらいのクオリフィケーションっていうの、じゃあ、うん、この人がアメリカでね、あの永住権を出すためにどういうあれ持ってるんだっていう審査をするんで、で僕は中部の方にいたから、うん、でもう本当に、うん、本当に普通のステップとしてこういうパイロットが必要だっていう、広告を出すわけですよね、あのローカルの新聞に、で僕ロイヤーが、はいはい、でそれはどういう免許だったら総発シングルエンジン教官、総発シングルエンジン、CFI のヘリコプターの CFI とか全部つけるわけ、うん、でそういうアメリカ人をまず探して、うん、である程度その仕事のそういう広告を新聞に出してある期間で来なければ、うん、じゃあ悪いけどこういう外人の人がいますと、そういうそういうなんていうかな、まあ日本で言うとその労働基準局じゃないけど、でそこに悪いけど誰もいなかったんで、うん、この人永住権ないけどあの働く、うん、あのビザを出すようにしてくださいっていう流れで持っていくっていうのが僕ら的な流れが多いですよね。なるほどなるほど、あ、はい、まあ、そうですね、まあ、地元のアメリカの人をまずは優先して採用してしなくちゃいけないけども、そこにいないんだ、でも仕事はどうしても必要なんだってことで、うん、では外国人を採用しようというところで、そうそう、ヒロさんがぴったんこなわけですよね。そうそう、だからその辺のプロセスが、まあ、やっぱりあの、まあ、普通のこういう僕ら的に流れていくのが一番、うん、まあ、なるほど、まあね、あるまあ最悪は他の人にはまあ地元の人と結婚したりする人もいいし、そういうのはね、まあ、ご存知だと思う、一番、ね、ラッキーだし早いと思うんだけど、そこら辺がね、あの、まあ、まあでもね、まあ、さっきの話じゃないけど、来ちゃえばどうにか人間って頭使ってどうにかできると思う僕は。わかりました、ヒロさん、あっという間に30分、前半のまとめると、皆さんアメリカに来ちゃえばどうにかなります。そう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 。じゃあ一回 CM 入りますよ、一回 CM 入ります。ありがとうございます。いや、ヒロさんの話聞いてると、来ればどうにかなるっていうのがなんかすごく、うん、あのだからやっぱりね、さっきの話じゃないけど、あの今でもそう、やっぱこれカルチャーなんだと思う、日本の人って、うん、やっぱある程度見た目もちゃんと綺麗でしていかなきゃいけないとか、いろんなのあるで、だからいろんなこともきちっとしていかなきゃいけないし、うん、でそういうことしてあれだとダメだとかね、うん、そういうの頭走るからなかなか動いていけない、うん、でもさっきの話のね、あの中南米から逃げてくる人なんて今ユーグライナ、ね、ウクライナの人だってもうあそこまで行くとウクライナの人だって
もうなりふり構わずみんなね、お金持った人もお金なかった人も関係ないからね、うん、もうだからどうなんだ、あとは最終的には自分でそのほら What you gonna get? What you lose? What you gonna get? その辺の結局天秤だよね、うんうん、だからあのまあ言ったけど僕なんかもあの頃僕の大学の友達そんなにエキサイティングな仕事してないもんね、あのあと就職しても見てると。ああそうだからそういうなんていうかな、うん、まああのまあ失敗して帰ったってね別に、まあ、失敗して5、60に帰ったらちょっと大変かもしれないけど、20代から来て30代ぐらいに帰ったってまた普通にそこら辺でね普通 の, その仕事ぐらいはみんな見つかると思うし、うん、そこら辺のそういう覚悟を持つというか、まあまあ、柔軟さというかどうにかなるだろうみたいな覚悟を持つというか、逆にどうなんだろう、どうにでもなるかもしれないぐらいな、なんか気持ちが。でもね、いやだからたまらず、あとはい、 CM を開けて、CM1 の間もバンバン盛り上がってましたけども、皆さん前半のこの何もうアメリカに来ちゃえばどうにかなるような話から、もう本当に何だろう、この熱いお話をいっぱい聞きましたけども、このラジオのオーディエンスの方で視聴者の方々ですね、今先ほどさっきちらっと出た、ユナイテッドって言葉が出た時、多分みんな耳が何本になってると思うんですけど、うん、ユナイテッドに行ったっていうか、ユナイテッドの経験があるっていうふうにおっしゃってましたけど、その前っていうのが、最後の話はフライトインストラクターだと思ってるんですよ。フライトインストラクターからユナイテッドに行くまでの間って、どういったお仕事をされていたんですか？あ、それで、まあ、これは一般的な、まあ、こちらの、まあ、セビリアンというか民間パイロットの流れで、一応その先ほど 今だと 1000時間ちょっとぐらいかな、あればどっかでそういう、まあ、こちらで今言うリジナル、まあ、昔コミューターっていうかそういうね、うん、30人とか40人乗りぐらい、今だとまあ小型ジェットだけど、そういう会社に雇ってもらって、でそこで、うん、まあ、最初はみんなコーパイロットっていうかファーストオフィサーっていう仕事から始まって、まあ大体最低1000時間とかなれば、まあキャプテンのオープニングが出たら、まああのキャプテンになって、うん、でまたキャプテン時間を大体1000時間から、そうだからコミューター入って3年ぐらいになれば、まあみんなどこの大手でもインタビューしてもらえるような経験にはなると思いますよ。なるほど。じゃあヒロさんもそうやって、うん、リジョナル、まあ、コミューターの経験をつけて、でそこからもうユナイテッドに行かれたんですか？で僕の場合はあの当時1989年かなんかです、初めてコミューターに入って、で19人乗りの飛行機、うん、飛ばして、でさ、うん、その頃シアトルに引っ越して、そのシアトルユナイテッドエクスプレスという会社があって、今でももちろんたくさんのいろんなね、うん、その小型ジェットを飛ばしていない、僕らの時のその時は総発 のジェットストリームっていう、ジェットストリーム31って、この前まで、まあ、この前ってことないか、10年前まで、あの日本のジャックかなんかがそこら辺の、ね、島をちょっと飛ばした、同じ19年、はいはい、それの航海をやってて、はいはい、でもあのあとちょうど湾岸戦争とかいろいろあったりして、うん、今日僕ね、航海をね、うん、6年やってたね。ずっと大手も雇わないからってことで、結局コミューターでキャプテンになったのは95年、うん、でそこで1年約2年弱いて、でその後に97年に初めて、ね、ジェット機の73ボーイング737の飛行機の仕事を、うん、東海岸のまあ今でいうローコースキャリアっていうかな、LCC みたいな会社に雇ってます、うん。それが最初の僕のジェット機の仕事。で、そこでやっぱり、うん、そこも半年いて会社が潰れて、で、幸い、そこの会社を持ってた、なんかお金持ちのオーナー連中が他のエアラインを持って、そのエアラインの方に、僕ら、なんていうかな、会社なく、仕事なくなった連中をインタビューしてくれて、また同じ、うん、その他の違う名前のエアラインの737で雇ってもらって、97年の年末ぐらい、うん、でそこに、うん、で入って2001年まで、だから
3年半ぐらいいて、うん、2年ぐらいキャプテンやったりして737で、それでもともとは、うん、まあまあ今の若い人は知らない人も多いかもしれないけど、もともとあったコンチネンタルに入って、うん、でコンチネンタルでもともと最初はニューヨークの方のベースから始まって、その後すぐあの911のテロがあって2001、だから6ヶ月でまたすぐ僕ら下の方に入ってるんちって解放されて、でその、うん、でも9月に亡くなって10月に今のソラシドの仕事を僕らもらえて、それで日本行って、あ、なるほど、しばらくアメリカで、まあ、いろんな会社いろんな機種経験されて、そうです、でそのタイミングで日本に帰ったってことですか、日本に帰国されて日本の航空会社に入ったってことですか。あのだからちょうどこれも良かったのは、その少なくともそのコンチネンタル入る前の会社で僕ボーイあの737の昔のタイプ200のキャプテンやってて、うん、2年ぐらい、うん、で20キャプテンやったから、うん、でコンチ入って、それでテロで仕事なくなったけど、一応その時のあの今のソラシドが会社が始まるっていうのをパイロット雇ってて、で一応僕もその737の機長時間があったんで、機長として雇ってもらうんで、うん、久保さん日本来ますかって引っ越しますかっていうことで、それで日本行ったんですよ。で2001年の12月日本行って、でまだ会社はもちろん飛行機もなかったけど、うん、あのそれこそその2002年の3月かな、初めての日機飛行機、うん、僕ら僕とあと3、4人もともと JAL とか ANA の定年者のパイロットとシアトルまで飛行機取りに行ってフェリーして帰ってきたり、うん、で2002年の、じゃあ本当にそれこそ それこそ飛行機航空会社の立ち上げ、日本の航空会社の立ち上げに関わって、その最初のチームっていうか最初のキャプテンなんかメンバーの一人だったんですね。それで、あの日本の会社で働いて、あの経験はやっぱりアメリカのそのご経験があったので日本採用されて、これどうなんでしょう、 その時代って日本の免許って持ってらっしゃったんですか。全くなくて。持ってないです。でも、あの一応そのアメリカの経験は全部あるんで、で、はい、僕もちょっとその辺の、まあ多分日本アメリカ本だけ、あの航空法は多分ね、日本ってアメリカのコピーしてると思うの。ただ、うん、そのいろいろ航空局のちょっとね、やり方がちょっとアメリカと違うところあるんだけど、うん、でも少なくとも僕は経験全部あったから、もともと日本でいう航空なんていう定期事業の免許を取ったの飛行時間全く持ってるし、でタイプレーティング持ってるってことで、そのまま僕のクラス、最初のキャプテンのクラスは外人は僕以外に、あとアンセットの航空会社から8人いたのかな。で1人はね、エアニュージーかなんかから来て、で10人あの、まあ、僕も一応外人パイロット枠みたいなので入ったんだけど、免許なんで。僕らはそのまんま CAB の人と日本の定期事業の免許スラッシュタイプレーティングのチェックライト受けて、うん、でそのまま日本の免許だと、だから未だにそれは一応持ってて、いいじゃないですか、それいいですよね、いいのかな。そう、だからそれはちょっとだから日本と今外国との違いっていうのは、日本ってあのその時言ったけど、アメリカってまあたまの話として ATPL って ATP っていう定期事業の免許っていうのはセスナーを持ってても1500以上かなんかになれば受けれるけど、日本って基本的にはエアラインじゃないと受けない、はいはい、受けない、だからこの辺もちょっと僕は分かんないね、受けれるんだけど受けさせないみたいな体質があるよね。でも航空法の中には日本も同じこと書いてる、アメリカと同じように1500以上あって、うん、クロスカントリー時間等があれば、うん、はい、うん、受けれますって書いたんで、結局多分誰も受けさせないんじゃないのかな。あ、まあ、このカルチャーの違いっていうかね。はい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 、はい、へえ、あのちょっとその話にも前に戻りますけども、あの本当にあのヒロさんサラサラって言うんですけども、この会社が潰れた、テロで仕事がなくなったとかっていうのをさらって流してますけど、あの仕事が、会社がなくなるっていうのをどのぐらいダメージがあってショックがあってっていうのはあるんですか、ないんですか。あのね、それはねありますよ。ただ
僕はあの英語の言葉で今でも好きなのはプロアクティブっていう言葉があって、プロアクティブっていうのはほら基本的にちょっと将来のことを予想しながらいろいろ行動するって、さっきの話だけどね、うん、すごくそれ僕すごく頭で考えるタイプだから、今まででもその教官行ったが、僕もともといてフライトスクールもなくなったし、僕が去った後にでフライトスクールで仕事した学校も僕が去った後になくなったし、っていうかアメリカって結局それを早めにどんどんやっていかないと、あんまりさっきのあのなんていうのかな、あったかいところああいいやなんて思ってるとダメだと思うんだよね。だから基本的にトップまで行っちゃえば、トップまで行っちゃったらもうなんかやり遂げたってあるじゃない。でも途中のところで、うん、ああ今ちょっとコミュニティキャプテンやってるからいいかなって思ってると、だコミュニティの会社もなくなった。僕が辞めた後に。うん、で一つだけはそのさっきの最初の LCC のあの会社だけは僕6ヶ月しかいなかったけど、うん、その辞める前に会社がなくなったっていう。うん。うん、でその次のまた LCC みたいなとこ行ったけど、それもやっぱり幸い僕以来で並ぶ後輩をやって早く。ね、キャプテンのオープニングがあったら早く会社の中手を挙げて、じゃあ、うん、OK、じゃあ、いろいろなってんで、すぐキャプテンやって、すぐキャプテン時間もずっとどんどんやって、うん、で、だから、うん、まあ、コンチネンタル雇ってもらって、で、その後、まあ、すぐテロになったけど、まあ、それはもうそういうのでしょ。そのテロでコンチネンタル僕解雇になったけど、あの時はね、僕はね、まあ、仕事なくなったっていうのは寂しかったけど、それ以上のことは心配しなかったのは、アメリカって大手は特に、解雇しても呼び返すから、絶対、うん。絶対呼び返してくれるから。何年後でも。うん、パイロットが必要になってきた。それは、こっちのシステムですよね。だから、例えば今、うん、今もちろん景気がいいから、みんなパイロット雇って、どんどん会社を送って、もし何かで本当に、すごいね、なんていうか、経済的におかしくなって解雇したら、じゃあ、まあ、アメリカっていうのはシニオリティっていうことはちょっと理解は難しいんだけど、うん、基本的には会社に長くいる人間はシニオリティがあるっていうか、で、うん、年齢じゃなくて、例えば僕が今40いくつでもし例えば会社入った、で僕の前に35で入ったやつがいたら、うん、僕は年上だけども会社になる期間が短いから下からどんどんそういうふうに解雇するのっていうのが会社のアメリカのシステム、うん、でも、うん、その代わり基本的にはパイロット、まあ、大手、まあ、他の業種、部署もそうだろうけど、もしまた、じゃあパイロット雇わなきゃいけないってなると、まずその介護した連中に絶対みんな、うん、会社から連絡来るんですよ。どうするって、今何してるみたいな。うんうんうん、だから、そういうのを僕はもう、そのコンチに入った時に、自分はもうその権利を得てたから。で、その後、5月に入って、9月に帰る。テロで亡くなったけども、その時はなんとなくそんなにまあ、コンチっていう会社なくなるとさもうダメだけどね、まあ一応、うん、そうじゃないだろうし、まあ、いつか呼び返されたらそれで、だその間俺別に何やってても嫌なんて思ってたしね、絶対にまた戻れると思ったから、だからあの時も一応自分ではもうとりあえずそこまで来る時まではどん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 走り続けないと、今言って、うん、さっき言ったどこで会社潰れるか分かんない、未だにやっぱりアメリカって特に航空業界はまあいろんな業種もそうなんだろうけど、アメリカってやっぱり日本よりもね、そういう弱肉強食じゃないけど強い時はどん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 あれして小さいのがなくなっていくっていうのは結構起こる国なんでね、だから自分のやっぱり、うん、なんていうのかな、自分自身のそういう合理に基づいてどん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 行動した方が僕はいいと思う、うん、変なギャップが途中で入るよりもやっぱり介護されて、うんうん、やっぱりそのまたその期間って大変じゃないだから、うん、僕はまあ仕事なくなって2回ぐらいね、パイロット始めてから、うん、その他のことをしなくて、うん、まあ僕がまあもうちょっと早く次の大きな飛行機乗りたかったのに今に介護されたのは、まあ今日含めてもう1回、うん、その時もまあそれはもうすぐしょうがなかったね、もうね6ヶ月で済んだくなったから、まあだその時は逆にさっきの話でポジティブに考えて近くのスーパーで仕事アルバイトしたけどね、
あのスーパーのデリーでアルバイトして、その時のよく友達、なんでそんなの仕事するってよく日本人の友達。でお前スーパーのデリー、お前チーズのお前分かんないだろうって、お前ある意味英語の勉強でいいんだと思って言ってりゃいいんだよとか、そうやって考え方だよ、考え方。あのね、この前半後半、ヒロさんあと6分しかないっすよいやちょっと待ってこれね、いやいや全然話を発症するつもりも全然ないんですけど、要はヒロさんが日本から出て行った時の話から、そのね、パイロットの訓練をする、まあ、あの仕事をする、いろんなところをあの、まあ、解雇されつつも、まあ、仕事がなくれつつも、このやってこれたっていうのは前提がですよ、そのさっき言ったプロアクティブじゃないですけども、そうそう、あの常に先を考えて、もし何かあってもどうにかなる、うん、一番最初におっしゃったもうその気持ち、どうにかなるっていうので、どうにかなってきてるっていうのもあるんですけど、うん、その気持ちがあればなんかやっぱりそこがな、共通項かなっていうのが、あの話を聞きながら思ったんですよ。で、うん、そういうヒロさんがですよ、あのもうこれね、あと本当5分もないので、もうこれはね、今日本当本番ぶっつけで打ち合わせも何もないんですけど、これヒロさんね、実はもっと期待なんですよ。だって皆さん、ラジオを聞いてる皆さんは、ヒロさんってじゃあこれからコンチっていう会社なくなってね、さっきのユナイテッドどうなったのとか、さっき日本の会社入ったよねとか、いやちょっと待ってよ、番組の最初には今空飛ぶハイヤーの運転手、ちょっと待って、どういういきさつなのっていうのが、まだ全然聞いてないんですよ。聞いてないうちに、もう時間来るので、これ、延長戦だな。あの、これ、あの、今、ハワイのご自宅からで、あの、忙しいと思うんですけども、あの、2回目、あの、すいません、ぜひ2回目の延長戦、下手したら3回目になるかもしれないですけど、延長戦お願いしてよろしいでしょうか、次回、とか、タイミングで。よし。すごい番組中に2回目の講習をする、しかもそれが成功。そしたらじゃあ、ヒロさん、その気持ちでちょっと待ってゆっくり聞きたいんですけども、あととはいってもあと4分もないですけどね、はい、あのヒロさんが、まあ、そうやって日本、あのアメリカの会社で、こうやって、いろんな転機を繰り返しながら、その途中一旦、ソラシドの前身である、ソラシドがスカイネットあれか、スカイネットアジア航空のところに行って日本の訓練を始めました。これ実はね、あの日本の方々ってアメリカに来て訓練をして免許を取って、日本に帰って日本の免許を取り直して、で日本にアプライするって方がもうほぼほぼ多いんですよ、うんうんうん、でヒロさんの場合は、まあ、仕組みは違うかもしれないけども、その2つを見てるじゃないですか。なので前半、今回の番組の最終として、そういった若い方々がアメリカに免許を取りました、日本で資格をこれから取ろうとしている、もしくはこれから資格を取った、日本の会社に目指すっていう時に、どんなアドバイスできますか？まあ、どうしてもやっぱり日本に帰りたいっていう人は、やっぱりあの一つ、まあ、簡単に今言えるのは、現状的にはね、ある、まあ、これもちょっとでもやっぱり英語圏じゃないと難しいのかな、いろいろ、まあ、この前ちょっと話したことないけど、今、アメリカのコミューターなんかは、一応、まあ、英語圏、あるいは日本人でも多分英語はそれにできると。あるとビザを出す会社が出てるから、今コミューターで、だからビザを出してくれて、はい、日本のアメリカのそのリージョナルっていうかコミューターでパイロットをできますよっていうワーキングビザを出すっていう今会社がいくつもあるんだよ、アメリカって、うんうんうん、だからそういうところでやっぱりある程度経験を積んで、で今日本だとほら、うん、あのブラジル、あのエンブレラっていうかブラジル社のね、エンブレラのジェットもあるじゃないですか。うん、だからそういうの飛ばしてる会社もあるから、うん、そういうところでやっぱ経験積んで、まあ幸い貴重になればね、そのまま日本来て、うん、あとは日本のそういう会社入って、僕と同じようにタイプレーティング、定期事業の免許をポンと受けさせてくれると思うんで、あの、それはそれでありだと思う。なるほど。なるほど。これおそらく今の若い日本の方で発想がないと思うんですよ。アメリカ来るのは日本の免許を取るための基礎過程。そして日本の免許を取ってから、これから日本の会社にアプライしようって思ってる方々に対して、全く逆の発想で、もうそのままアメリカに残っちゃえよみたいな感じなんですよね、うん、あとはあともうちょっと英語もちょっと違えば、アメリカって、うん、まあアメリカ世界はたくさんそういうエンプロイメントのあのサービスがあるから、 いろんな国、うん、アフリカとか行って飛んで外人枠とかで日本に会社にアプライする方法もあると思う、うん、
英語圏というかアメリカ以外の国で飛べと飛んで、それで経験積んで日本に戻ってきて、定期事業とかをその日本の今の飛んでる会社にアプライして、そこで日本の定期事業の免許を取るっていう方法。なるほど。でも考えてください。簡単に最後ですけど、本当にヨーロッパとかもいろんなパイロットもいるけど、来てるアメリカに来てる連中、やっぱりハングリー精神が違う、みんな。レベル違うね。それだけはっきり言える。僕らなんかとも、まあいい勝負かもしれないけども、やっぱりこれぐらいをするんだと思うぐらい。はい、ありがとうございます。じゃあヒロさん、時間になりましたので、この続きをぜひ聞きますよ。聞きますよ。で、そのあたりで視聴者からの、まあ、メッセージもお伺いしたいと思いますので、ではまた次回です。さようなら。はい。